自分たちの立ち上がりから攻撃のリズムっていうのが作れなくて、まあそれがちょっと悪い流れを作っちゃったかなというふうに思いますね。いやまあ攻撃の形っていうのをもうちょっとチームではっきりしないと、まあ自分もこう上がるタイミングを伺えないというか、まあもうちょっとそこはチームとしてまあサイドでどうやって崩すかっていう、まあポジショニングだったりこう連携面だったりそういった面をやっていかないといけないなとは思いますね。今日の敗戦はすごく痛い敗戦ですけど、まあ次切り替えてこう連携面っていう部分をこう攻撃のリズムっていう部分をうまく作り出せるような、まあコミュニケーション取ったりとかしていかなきゃいけないと思います。